皆さんこんにちは、インストラクターの大谷です。今日はちょっとこのトランポリンから登場しております。トランポリンというとですね、跳ねているわけなんですが、跳ねるとリバウンドらしい効果が得られます。トランポリンがなくても縄跳びとかもですね、跳ねているわけなんですけれども、体のシェイプアップ効果もありますが、骨にもいい刺激が入るんですね。それと心がワク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 としていく感じなんですよね。そして私のトランポリンはちょっと変わった使い方ばっかりしておりますが、皆さんポッ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 、うわーって感じですよね。ポッ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 、うわーチャッチャッって感じなんですが、皆さんトランポリンがなくてもどこでもトランポリン気分でワクワク動きましょうって感じで一緒に動いてみましょう。じゃあまずですね、軽くちょっと上下振動をかけますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、肩を1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、回します。1、2、3、4、1、2、3、そして足を横肩そうクロスします。1、2、3、4、反対に変えましょう。1、2、3、4、また入れ替えて手をこうつなぐか、またはこうですね。そしてグッと引き上げて、ちょっと難しいかもしれませんが、できる範囲で前と後ろ、コツは1、2、3、4、ぐにゃぐにゃぐにゃ入れ替えます。そしてまたグッと引き上げて胸を高い位置です。1、2、3、ぐにゃぐにゃぐにゃ、骨盤クッと引き上げて1、2、3、ブル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 、トントントン、1、2、3、ブルブルブル、これシェイプアップ効果があります。1、2、骨盤と股関節も良くなります。ブルブルブル、ポッポッポッ、1、2、3、ブルブルブル、ポッポッポッ、うわっ、ということで短時間で体幹コアシェイプ、どこでもトランポリン気分で動いてみましょうみたいな感じで動きを紹介してみました。皆さんいかがでしょうか。この動画がですね、皆さんにとってハッピーになる一つのきっかけになったらなーなんて思っております。よかったらチャンネル登録、そしてグッドいいねボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。インストラクターの大谷でした。